かなり昔のテレビでビートたけしと軍団が怖い話してて、たけしがそのまんま東に、そういえばお前ごっつい心霊写真持ってるよなって、で東の心霊写真の話が始まったんだけど、学校の図工の時間に彫刻刀を使って、彫刻をしていたら教団にどこからか白蛇が迷い込んできたと、その蛇を友人数人で見つけて囲み、手に持ってた彫刻刀を蛇に投げつけて遊んでたら、その中の一人の彫刻刀が忍者の手裏剣みたいにスパッと、蛇を串刺しに床に刺さったんだって、その光景を見た東たちはさすがに蛇の呪いとかが、脳裏を横切って怖くなり逃げたと、その後のクラス写真撮影で蛇を殺してしまった友人の体に蛇が巻きついて映っていたらしい。その後その友人は息を普通にしていたが、学校を卒業してしばらく後同窓会で再会した時にあまりに顔色の悪いその友達を見て東はとても心配したらしいんだが、その後すぐにその友人が死亡したとの連絡が入ったらしい。